番最後に、何があるのだろう？それはまだ、視野範囲外の、先だ。オーガさんは、状況に平等を敷き、問題の発生を防いではいる。結果で、反落者、その先へ視線。反論はできないにしろ、状況は面倒さがある。オーガさん、その前に、すべての人は、平等な権利を有する。匿名掲示板に、あるいは大企業の社長が書いていても、それに、南米の奥地に住む原住民が反論することはできる。その反論がすべて消えて、先だ。結果、全く想定外の反論や現実が、そこ、にあったりするときに状況は停滞する、わけで。株価が大暴落した。それは何が原因だったのだろう？戦いの果てに何かの崩落があった、そういうことかもしれない。終わりか、あるいは本当の崩壊の始まりか、そこも不安はある。本当に、このシステムは、世界を支配してしまうのか？